はい、今回はですね2011年式 VT400S の障害動画となっております。で、グーバイクに貼っている写真見てもらったら分かると思うんですけど、かなり綺麗な車体です。で、そもそも VT400S はもうねほとんど玉数がない、出ても2011年のその1年間しか販売してないようなバイクになってるので、希少価値がかなり高いバイクになってるんですけども、もうその中でも黒色でこれだけ傷の少ない車体っていうのはまあないんじゃないかなと思います。で、タイヤもですね前後、全然まだまだ走れるような状態になってまして、一応もう完全にノーマルの状態となっております。でですね、個人的にここすごいなと思ったポイントが、一応これ2万キロ超えてる車体になってるんですけど、トップブリッジとかですねがかなりサビが少ない車体になってまして、だいたいここら辺って白サビ出るんですけどほとんどないような状態となってます。めっちゃ綺麗です。はい、でここぐらいですかね。ちょっと立ちゴケなのか何かに擦ってしまったのかっていう傷はありますけども、まあ正直そんなあんまり気にならないかなと思います。国産のバイクっていうよりはちょっと外車意識というか、まあ、ハーレーのスポーツスターとかなりシルエットとしては似てるバイクになってますんで、まあ、カスタムされてもいいと思うんですけども、カスタムしなくてもめちゃめちゃかっこいい1台となっております。すごい珍しいバイクになってますので、まあ、他のドラッグスター400とかね、シャドウとかは結構見ると思うんですけど、被りたくないっていう方はもう VT めちゃめちゃおすすめですので、ぜひぜひ一度見に来てください。お願いします。